石塚茂木は、日本の技術者、実業家。ソニーグループ株式会社代表執行役副会長、一般社団法人カメラ映像機器工業会、代表理事兼会長、一般社団法人電子情報技術産業協会、副会長、千葉県出身、学位は修士、東京大学工学部電気工学科を卒業。1981年に、 エンジニアとしてソニーに入社し、ベータマックス、ハンディカム、サイバーショットなどのデジタルイメージング事業に携わる。1986年にカリフォルニア大学サンディエゴ校大学院を修了。2004年にソニー EMCS に出向。2007年にソニー業務執行役員に就任。2015年に執行役に就任。 2017年にソニーイメージングプロダクツアンドソリューションズを設立、代表取締役社長に就任。2018年にソニー専務に就任。2020年にソニーエレクトロニクスを設立、代表取締役社長兼 CEO に就任。同年6月にソニー代表執行役副会長、電子情報技術産業協会会長に就任。2021年に カメラ映像機器工業会会長に就任。ありがとうございます。